金融の会代表、井原正樹と申します。よろしくお願いします。本日はお忙しい中、公益社団法人日本建築協会金融の会、中原麻里、建築の検証、建築資料を通して、米国議会図書館の事例を中心にご参加いただきありがとうございます。前回、前々回からも参加されている方には、順次の説明になりますが、初めて参加いただく方、今日も多いようなので、金融の会について簡単にご説明したいと思います。日本建築家協会は、建築の設計を専業としている建築家の団体です。私ども金融の会では、新型コロナ禍前はですね、来園前にある JIA 館一体の建築家クラブにて JIA 会員、そして一般の方々と、トークイベントを行ってまいりました。で、去年からですね、そのコロナの影響もありまして、Zoom にて配信を行っております。今回が Zoom で開催の7回目となります。ではですね、まずはじめに本日の会の流れをご説明させていただきます。大体ですね、8時半頃まで中原様のご講演、そして8時半から9時頃まで大体30分ぐらいとコメントや質問などで皆様とのやり取りができればと考えております。ではですね、今回のウェビナー配信での注意事項を手短に3つお伝えします。一つ目は皆様からの質問についてです。皆様からの質問については、Zoom の機能を使用します。画面の下部にある Q&A、チャットじゃなくて Q&A ですね。Q&A の方からどしどしコメントをお書きください。そちらをですね、ピックアップしまして、中原様にお伝えして、質問に答えていただくという流れにしたいと思います。二つ目はですね、録画、配信についてです。今回の配信は、録画をさせていただいております。後日 YouTube 配信をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。で最後三つ目はですね、アンケート及び CPD の登録についてです。ウェビナーの退席後にですね、アンケート画面が表示されます。でこちらから、アンケートにお答えいただければ、これからの運営の参考になりますので、ぜひお答えいただければと思います。またですね、CPD の登録の申請も兼ねていますので、CPD 登録をされたい方はですね、そのアンケートにお答えいただければと思います。でまたですね、この CPD の登録はですね、最後、8時半まで、少なくとも8時半までは、解析をお控えいただいた上での CPD の登録がありますので、その点をご了承ください。では、ここでですね、今日のスタッフを紹介したいと思います。私、井原正樹、あと、桐原武史、今井雄太郎、中安翔太、久保田恵子、新井京子の、6人でお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。でですね、ここからはですね、桐原にですね、司会の進行を変わりたいと思います。桐原さん、よろしくお願いいたします。はい、了解しました。これから私がですね、私、桐原が司会進行させていただきますので、よろしくお願いします。今日のスケジュールは今、井原さんがご紹介しましたように、中原さんのお話を1時間半ぐらい、その後 Q&A ということになりますが、中原さんのお話を聞く前にですね、ちょっと日本の状況はどうかっていうのを、やっぱり皆さんにお知らせした方がいいんじゃないかっていうんで、私の方から初めに3分間ほど簡単にですね、日本の状況をお知らせて、中原さんにバトンタッチするということにしたいと思います。それでは画面共有で説明します。日本における、建築 の資料状況なんですけども、ですね、皆さん、日本を代表する丹下健三さんの資料が今どこにあるかご存知の方がいらっしゃいますね。実は日本になくてですね、ここにありますようにですね、ハーバード大学の方にすべて行ってしまってます。それから、ポンピドーセンターがですね、日本の有名建築家のスケッチをですね、かなり集めてですね、行ってますので、もう日本の建築資料がどんどん流出してしまうということはとても心配という声があったものですから、実は、約10年前、2012年にですね、文化庁がですね、国立近現代建築資料館というのを作って、日本の建築資料をアーカイブするという中心の施設になりました。
もともとは裁判所の研修所を使ったものですから、決して十分なスペースじゃないんですけども、まあね、国がですね、こういう建築資料をやるということは非常にエポックなことで、これが日本のアーカイブの一つの、エポックメイキングなことになりました。まあ、近現代建築資料館だけじゃなくて、日本に他にもあります。カナダ工業大学というのは、以前から、資料を集めてですね、山下和正さんとか、そう宮脇団さんなんかの資料が集まっています。それから京都工芸繊維大学では、村の統合の資料を中心に集めてますし、武蔵野美術大学では足原さん、実は私もちょっとこれに関わってますけども、それから玉美大、それから芸大、なんかの資料館で、建築資料が集まってます。でこういう資料がですね、集めたところで、近現代建築資料館でも大体年に2回ぐらい、建築資料の展覧会やりました。そうしましたら、いろんなところで展覧会が始まりまして、ワッツミュージアム、寺田倉庫ですね、それから埼玉県美術館、東京都現代美術館、京都工芸繊維大学、武蔵野美術大学、その他ですね、いろんなところで建築資料の展覧会を始めて、大変好評で、かなり入場者も多くなってきたということで、建築資料についての認知度はかなり上がってきたんじゃないかなと思っています。ただですね、こういう展覧会はするんですけども、やっぱり問題としましてはですね、ここにありますように人材の育成。実は国立近現代史料館のスタッフです。任期は3年なんです。で、今日お話しいただく中原真理さんの方は、米国の図書館でもう長い間しっかりと個室をつけてやってますけど、日本のスタッフの任期は3年ということで、非常にこれが問題になってます。それから、やっぱり収容施設、アーカイブですが、いろんな建築資料が集まりますので、大きな収容スペースが必要なんですけども、それが確保なかなかできないと。いうのが一つの問題。それから集めた資料はですね、やっぱり活用するために整理をして、それからその後公開して、またいろんなすぐ検索できるというように活用できるような、ところまで作り上げるというのは、やっぱり、なかなか、人の問題もありますし、ノウハウの問題もありますし、できてないというのは、これが一つ問題かなと。それからそれぞれの施設、先ほどいろんなところで展覧会やっていうお話しましたけども、その間のですね、ネットワーク、でオールジャパンとしての建築資料を、活用していく、というような、施設間のネットワークはまだこれかなという感じがします。まあ、日本の状況はこんな感じなんですけども、それでは、中原さんの方にですね、お渡しして、今日の、建築の継承、建築資料を通して、米国議会土地化の事例を中心にを始めたいと思います。そしたらちょっとネットの関係ですね、中原さんアメリカから、こちらに参加されてますんだけども、ちょっとお声が飛ぶことがあるかもしれませんけど、それはご容赦ください。じゃあ中原さん、ビデオをオンにして、音声をオンにしていただけますか。はい、おはようございます。今そちらは6時ぐらいですよね。そうです、こんばんは。桐原さん、ありがとうございます。それではまあ早速ですけども、はい、早い時間であるんですが、まず中野さんの講演をスタートさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆様、こんばんは。中原真理でございます。ワシントン DC、アメリカのワシントン DC からこのメッセージを発信させていただきます。今日はたくさんの方にご参加賜りまして、ありがとうございます。多くの方は多分お久しぶりでございますという感じで、some of themはきっと初めましてだと思いますけれども、私の話、特にその建築の建物というよりも建築にまつわるその建築の資料にご関心を抱いていただくということがとても嬉しく思っております。まずはじめにこの金曜の会にお声掛けをくださった桐原さん、そして金曜の会の皆様、そして今までですね、過去多分3ヶ月ぐらいでしょうか、いろいろやり取りをしながらここまで進んできて、皆さんのサポートがあったことに本当に感謝を申し上げたいと思っております。ありがとうございます。まず最初に私のその経歴っていうよりも、どうしてそのアーカイブの仕事をしたいと思ったのかっていうことを話してくださいということでしたので、だんだん年を取ってくるとですね、長い話になるんですが、まとめてお話したいと思います。一番最初はやっぱり建築学科に入って、コンフェスしますけども、告白しますけども、私はもう1年生の時から
私はきっといい建築デザイナーにはなれないということが分かったということだと思うんですね。でもやっぱり建築のデザイン、衣装っていうのはとっても面白くって、自分の興味の範囲であったから、日本の建築の勉強の中では構造とか設備とかではなくて、歴史衣装系に進みたいということはなんとなく分かっておりました。そこからいろいろな方との出会いがあったり、いろいろな方にお話しして相談に乗っていただいたりして、結局大学院でですね、今日もご参加くださっていらっしゃる小林克弘先生の研究室に移ることになりました。でそこでその衣装とか建築家がどういう発想に基づいて、どういう根本に基づいてデザインを発展していくのかということをご教授賜りまして、私の博論はマキミノン・ホワイト、アメリカ・ニューヨークを基盤に活躍した建築家のデザイン手法ということになったわけですけども、最初数年それを日本で資料を見ながら、これもうバックトゥ1990ぐらいの話なので、皆さん今とはもう30年ぐらい話が昔に戻ってますから、インターネットもまだそんなに設備されてない、 E メールですらそんなに確立されてない、携帯電話はもちろん当時あまりないというような状況の中で、どうやって研究を進めていくかという話ですよね。で3年ぐらい経ってから結局小林先生に教えていただいて、アメリカのコロンビア大学のエイバリという図書館に行けばそういう資料がわんさかとあるよという話を聞いてですね、飛んだわけです。そうしたら、それまでこんなに小さい10センチ角ぐらいで見ていた図面が、畳1畳以上ぐらいの、インク書きの、しかもリネンという、トレーシングペーパーではないファブリックの不繊維でできたリネン紙の上に書かれていて、もうその時のショックといったら嬉しいショックですね。もう今でも忘れられない。で、私はこの道に行きたいなと思い出したのがその時です。で、それがちょうど1991年ぐらいだと思いますけれども、博論を終えて94年にそういうことを日本で、始めようと思った時に、建築学会の中にちょうど10年かけて建築博物館構想委員会というのがあったんだ。94年にちょうど終わってしまったその委員会が、そういう状態のところから、私の基盤が始まっていきました。で、その後、アメリカに移住する2000年まで、小林先生の下で元で助手をさせていただきましたけれども、いろいろな恩義を図っていただいて、コロンビア大学とかニューヨーク近代美術館で1年半研修したり、あとはお亡くなりになってしまいましたけど、金沢工業大学の地区先生とか、あとその後研修の後、98年ぐらいからドコモの、関係で日本支部設立のために、その日本にある診療資料がどんなものをあるのかっていう調査に参加させていただいたり、いろいろなことをしてですね、日本の状況が見えてきて、本当のところ90年後半はちょっと危ないなっていう感じでした。ただ日本の中ではやっぱり研修で学んできたようなことを活かせるところはなくて、どうしてもこの道を諦めることができなかったので、2000年にアメリカに移るということになります。その後またいろいろなところで働きまして、いくつかキーポイント今日も出てくるのでお話ししたいんですけれども、ちょうど2001年にワールドトレードセンターがテロリズムで崩壊した時、私はスカイスクレーパーミュージアムというところで働いておりました。なのでそのちょうど奇遇というか、悪いことが起きた時にたまたまスカイスクレーパーミュージアムというところで働いていたことで、どういう資料に遭遇したのか、そこで資料の保存しておくことの重要性をどういうふうに感じたのかということを今日少しお話しします。それから、その後ワシントンに2003年に移りまして、アメリカ建築家協会の姉妹オフィスであるアメリカ建築家財団というところでコレクションマネージャーを始めました。しかしながら4年経った後にですね、そこのコレクションが、ボードメンバーの、ディシジョンによってクローズすることになって、すべてコレクションが見れないという状況に、陥るわけです。当然私の仕事ポジションもなくなるということになって、そこでアメリカのワシントンの中で建築資料を保存しているところというとですね、今私が働いている、米国議会図書館しかない。
でもその時にポジションは空いていないということで、またこれ偶然にも、日本語を生かした日本語の師匠を応募していたので、それを機に米国議会図書館に移ることになります。その日本家の仕事、司書の仕事、まあ建築とは全く関係ない日本の資料全般を扱うという中ででもですね、主に本を扱って日本とか海外の建築について日本語で語っているものにの資料の、収集に専念する。で7年後に、またこれ偶然に、今のポジションが空いたので、他の部署でプリンツ&フォトグラス、省略して P&P と言いますけれども、 P&P で、建築資料の専門の仕事を始めるという経緯になります。少し長くなりましたけれども、こんな背景をもとに、私が今まで勉強してきたこと、感じてきたこと、今現在、目の当たりにして、やっていることを今日お話ししたいと思っております。それでは画面シェアに移りまして、話を始めたいと思います。ビデオはですね、話の間一時切らせていただきますのでご了承ください。皆様にパワーポイントの、画面が見えていると思いますけれども、今日の話はタイトルは建築の継承、建築資料を通して、私の今働いている米国議会図書館の特に、プリンツ&フォトグラフディビジョンというところの資料に関してお話します。今私がその特にという、ところをつけたところにちょっと耳を、傾けていただきたいんですけれども、米国市議会図書館の建築の資料は私がいる P&P にのみ、あるというわけではありません。その詳細は後で少しお知らせいたしますけれども、米国議会図書館全体にある建築資料の特に図面とか写真とかそういうものが P&P の中にある。他の、例えばコレスポンデンスとか場合によりますけれども、そういうものは他のディビジョンにある。また本なんかに関係するものは言語で分かれているというふうに簡単にご理解ください。で基本に戻りたいんですけれども、なぜ収集するのでしょうねという話ですね。で私たちが建築家のオフィスに行くとですね、大体見る風景はこんな感じです。もう建築のドローイングが、ま、丸められて筒に入れられて、もうわんさわんさと棚の上に置かれていたり、あと必要な資料が箱詰めになって棚の上に載せられている。で特にちょっとお話ししたいのは、今日の話は今もうほとんど CAD とかデジタル化になってますけれども、その前の紙媒体の話です。ここに写っているのはワシントン DC の中にセントエリザベスホスピタル、聖エリザベスホスピタルという1855年に創立した精神病院があるんですけれども、この精神病院はですね、犯罪を犯した人のが、精神的におかしいということで入ったり、あとアメリカのシビルウォーが起きた時に、その戦争によって、自分の、脳の状況がおかしくなった人が収容されていたりというような、経歴があります。でここ の, 写真に写っているのは、そのセントエリザベスホスピタルの敷地模型なんですね。で私が1997年にアメリカ建築家財団でインターンをしていた時、まだ移住する前にインターンをしていた時に突然電話がかかってきて、あと1週間ぐらいでこの、セントエリザベスホスピタルの資料館が全部クローズするというのは、精神病院自体のキャンパスがすごく大きくてですね、もうそこで病院機能が働いていかない、だからキャンパスの半分は閉めてこの資料館も閉めてしまうということで、驚いて駆けつけましてですね、この、模型を保存することになったんです。ただ、この台座は運べない、重くて運べない。で、この上だけの模型をなんとか取り外しまして、エレベーターに入れようと思ったら入らない。なので、男性7人がかりで階段でこうやって運んだっていうんですね。
で、なぜここまでしてこういう資料を取っておこうと思うのか。で、一度それをアーカイブに持って帰ってきたら、今度は見せれる状況にするためにそれを全部整理して、でフォルダーに入れたり、またまとめてロールし直したりして、きちんと保管していく。なんでこんなことをするんだろう。まあ、それはその建築の資料がある意味美術品みたいな価値を持つからという理由もあるんだろうし、もしくはやっぱり有名な建築家の作品を何とかして保存していかなきゃいけないっていう理由でも、じゃあ有名な建築家だけを保存しておけばいいのか、綺麗なレンダリングとかパースみたいなものだけを保存していけばいいのかというと、まあそれだけではないということですね。で、その建築アーカイブ、特にその一般に広く公開されているアーカイブとか、あとここでちょっと申し上げたいのは、その美術館とアーカイブの違い、美術館と図書館の違いっていうのは、機能の面で多く出てくるわけで、美術館は特にやっぱり展示を目的にして物を集めていますから、見栄えのいいもの、見せられるもの、コンディションがいいものなんかを集めることが多いんですけれども、アーカイブとか図書館なんかでは、ここに赤く大きな文字で書かれているそのものが持つ情報の価値というのに注目して収集を行っていると言っていいと思います。もちろん美しいレンダリングとかパースペクティブ集めたい、集めていますけれども、それだけではなく、やっぱりその情報、どういう情報をこれが提供できるのかっていうことに注目しております。で、建築の場合、建物自体が最終生活物ということで、その皆さんが建物を見て回ればわかるじゃないかっていう話もありますけれども、それはですね、私が日本の中で建築家のインタビューをして回った時に、多くの建築家の方にも言われて、僕の作品は建物だ、僕の作品は建築資料ではないと強くおっしゃられましたけれども、でもその建物にはやっぱり寿命があるし、建物が老朽化して壊されたりとか、あと何らかの理由で崩壊したりするなんていうことがあるので、そういう場合は残っている建物の情報を提供するのはこういう資料のみであるということですね。で、老朽化以外にどういう理由が考えられるのかといえば、まあ、自然災害、災害、そして今ユークレインで起きているような戦争とかテロリズム、WTC、ワールドトレードセンターもテロリズム、あとは都市がやっぱり変化していって、建築も変わっていく、もしくは生活の、人々の生活のスタイルが変わっていくことによって、建築自体も壊されることがあるということですね。で、これはまだ皆さんの記憶に新しいと思いますけれども、ノートルダムのアティックで火災が起きましたね。で、その時に、今でも強く覚えていますが、その前日にですね、私たちの P&P の中で、ミーティングがありまして、建築のチームのミーティングがあって、その中で、最近ではもう皆さんが容易にヨーロッパに旅行に行ったりとか、あとインターネットでいろいろなヨーロッパ、海外の資料が見れるようになったから、これからはもう少し自国、アメリカの資料に、専念して集めていこう。あまりそのヨーロッパのもの、特にノートルダムなんかはっていう話をしていたんですね。で、奇しくもその翌日にノートルダムで火事が起きて、ああ、やっぱりヒストリカルドキュメントを持っていてよかったね。特に火事が起きたっていうのはですね、今ちょっとポインターで示しますけれども、この辺りなんですよね。で、そういうディテールの写真を持っていてよかったねと。で、ここでちょっとキャプションの説明をしたいと思いますけれども、キャプションが全部今日は英語なので、ここに見えているキャプションはですね、このチャールズ・マービューっていう人は、一番最初に資料の書き方としては、その資料のクリエイター、作った人なので、建築家ではなくて、この写真を撮った写真家、チャールズ・マービューさんの名前が出てきて、何を撮っているかというこのタイトル、写真のタイトル、このブラケットって言いますけど、カッコの中に入っているのは、この写真自体にはタイトルがなくて、で、私たちがカタログするときに、このタイトルを当てたという意味です。それからここに出てくるのは、
建物が建設された年代ではなくて、この写真が撮られた年代で、その後に出てくるこの LCDIG っていうのは、これは実はライブラリーオブコングレスの、デジタルイメージの、PPMSCH の私たちのコードですけれども、で何枚目の、デジスキャンが撮られているかということです。でこの写真はですね、あの後でも出てきますけど、リチャード・モリス・ハントといって、アメリカで、あのボザール、アメリカの建築家でニューヨークをベースに活躍して、1827年に生まれ、1895年に亡くなった建築家で、彼がボザール、フランスのボザールに留学し、初めて正式にボザールを卒業したという建築家の資料です。で彼はですね、こういうふうにヨーロッパに行ってた時に、いろいろなヨーロッパの写真とか、あと誰か他の人の図面を集めてきて、ニューヨークに戻ってから、ニューヨークをベースとしている他の建築家にハントライブラリーというのを作って、図面や写真を貸し出しておりました。つまりニューヨーカーの建築家の、建築教育に貢献していたということです。これは私が2001年にニューヨークに住んでいた時に、ワールドトレードセンターが崩壊した時に自分で歩き回って撮った写真ですけど、ワールドトレードセンターが崩壊に至るなんて本当に誰も予期していなかったと思うんですね。で、こういうふうに壊れてしまった後、ここに写っているような写真、これはバサザールコラブというミシガン州を中心に活躍していた写真家ですけれども、まあ、ミノル山崎さんもトロイで活躍していましたから、そういうところの建築家のオフィス、それから東部、それからミッドウェストあたりの建築家の写真をいっぱい撮っています。でこれはミノル山崎さんがワールドトレードセンターのプロポーザルを行うときに2メートル以上のモデルを作ったんですね。でそれをスタジオに行ってバーサザールコラブさんが記録している。そしてワールドトレードセンターが建設された後に、ブルックリンブリッジの反対側からこのワールドトレードセンターの写真を白黒で撮っているというのが、この右側に残っている写真です。で今このお見せしたモデルっていうのがここに実際に写っていますけれども、何が起こったかと言いますと、こういう大きなモデルは、ワールドトレードセンターの中に一つ、それからミノル山崎のオフィスに一つ残っていたんです。ただミノル山崎のオフィスが自分たちのオフィスの倉庫を、もうこれはちょっと資金がかかりすぎて、倉庫を維持できないということになったときに、その倉庫を閉めるということになってですね、私が昔働いていたアメリカ建築家財団に電話がかかってきたんですね。もうこの大きなモデルはもう誰も引き取り手がないと、興味ありますかって言われて、で私のそのスーパーバイザーだった人が、いやもちろんありますと、明日飛んでいきますから必ず置いといてくださいと言って、次の日に飛んで行って倉庫に行ったら、なんとこのモデルがもうない。で私来るって言ったのにどうしてないんですか、捨てちゃったんですかって聞いたら、いやローカルな近くの大学の建築学科が欲しいと言って持ってきました、すいませんっていうことで。ただその私の上司はこういう大きなモデルが大学の一学部で保存していけるような代物ではないということはもうピンときててですね、ワシントンに戻ってきてからそのローカルの大学の、学科長というんですかね、日本語だと、に電話して、もし管理できなくなったらすぐに電話をくださいと。そしたら案の定、翌年電話がかかってきて、やっぱり管理できませんと。なので、引き取りに来てもらえますかと言われて、それ以後、ずっと長い間、アメリカ建築家財団に保管されておりました。で、2001年にワールドトレードセンターが崩壊してからですね、このモデル、その修復された後なんですけれども、私が知っているモデルは本当にもう飛行機がこの中にこうぶち当たったように、いろんなところにぼちぼちと穴が開いていて、全くもってひどい状況だったんですね。ただアメリカの強みは、そういう時にセーブアメリカントレジャーズグラントっていうすごく大きなヒラリー・クリントンが作ったグラントがあって、これは貴重なものだと、建築資料だけではなく国の遺産として意味があるということで、
2000万円ぐらいの資金がついて修復しました。で、一度戻ってきてスカイスクレーパーミュージアムでも展示して、今はこのモデルはニューヨークのスカイス、あ、ごめんなさい、ワールドトレードセンターミュージアムに移っています。まあ、そこで展示するのが一番意義があるだろうということです。でワールドトレードセンターの話をしましたけれども、その時ちょうど私がスカイスクレーパーミュージアムで働いていたので、私はですね、すぐにレス・ロバートソンというワールドトレードセンター の、 構造建築家のオフィスに送られて、でそのレス・ロバートソンが持っていた構造の関係の資料、ワールドトレードセンターに関する構造関係の資料を全部スキャンしてデジタル化するという作業にあてがわれました。でスカイスクレーパーミュージアムはその資料をですね、今ちょっとお見せしますか、このように見えているでしょうか。これスカイスクレーパーミュージアムのウェブサイトですけれども、オンラインプロジェクトとしてワールドトレードセンターのリソースをまとめて、作っております。でまたこの辺の右側の方はですね、ワールドトレードセンターが復興して、リビルトされるまで、再建設するまでの、資料をまとめて取ってあります。それから違う意味で、ワールドトレードセンターの、経年の変化写真を撮っている人がいます。カミロ・ベルガラさんといって、後でまた説明しますけれども、彼は1979年くらいからですね、このワールドトレードセンターの、敷地とかワールドトレードセンターの現況がどういうふうに変わっていったかというのを記録しています。で1979年から2001年まではここに示していませんけれども、この間にも、経年の写真を全部撮っていて、で2001年にはこうなった、2010年にはこうなった、2013年にはこうなった、そして2016年には新しいシーワールドトレードセンターがここに建設されている。でこういうふうにその都市の風景が変わっていく、そういうのを記録しています。それから議会図書館ではそのワールドトレードセンターの資料を集めるのみならず、ワールドトレードセンターが崩壊したすぐ後にですね、新ワールドトレードセンターの、プロポーザル、コンペティションみたいなものが起こったんですね。でプロテチというところが協賛して起こその新ワールドトレードセンターのプロポーザルを集めたわけですけれども、そこのプロテチが集めた資料を全部、議会図書館が収集して、どういう案がワールドトレードセンター崩壊直後に新しいワールドトレードセンターとして適切として提案されたのかということを記録として残しております。都市の経年変化ということを少しお話ししてきましたけれども、このカミロ・ベルガラさんという人はですね、ワールドトレードセンターのみならずいろいろなアメリカの都市の中を飛び回りまして、年々と風景がどういうふうに変わっているのかというのを記録しています。ここに小さく写っているのはニューヨークの125ストリートあたりの風景ですけれども、ちょっと小さくて見えないかもしれませんが、あるストアフロントが昔はその2つの店に分かれていたのに、それが徐々にいろいろな店の変化が起きていって、最後には一つの店に変わってしまうという、そのストリート、ストアフロントのチェンジみたいのを記録した例です。他にもですね、今お見せしますか。近くですね。これは左側にどんこれはベルガラさんのウェブサイトですけれども、シカゴとかデトロイトとか、あとニュージャージーのキャムデンとかロサンゼルス、彼は実はアンソロポロジストなんですね、もともと建築写真家ではありません。なのでドキュメンタリー写真をたくさん撮っていて、でそういうところである、
都市がどういうふうに変化していってるか。で、きっと皆さん、デトロイトの話はご存知だと思いますけれども、デトロイトは昔、その車社会、車の、生産で、非常に、繁栄していた都市です。ただ、きしくも日本の会社が入ってきたり、いろいろな変化が起こって、デトロイトの経済、デトロイトの都市は一気に落ちていくんですね。で、昔、その、非常にマンションと言われていたような建物がこのようにディタリエートしたり、あと車の工場が、今はもう全くもって使用されていない状況に陥ったりとか、あとはある意味違う意味で、また後でお話しますけれども、その生活スタイルが変わっていくことによって、ちょっとここで画面を切り替えます。ミシガン州の、セントラルレールステーション、いわゆる日本で、東京で言ったら東京駅みたいのが、非常に、劣化してしまった。これはちょっと私がアセンブルして、経年写真でまとめたものです。例えばもう1993年には駅はクローズして、ガラスも割れ、悲惨な状況になってきますね。これがどんどん進んでいくんですね。97年にはこんな状況。で、2008年にはもうちょっとシャットダウンような状況で、ただ2015年に少し良くなっていきますね。で、2018年にはもっと改良されていく。で、これには理由があるんです。実は、フォードという車の会社がありますね。で、フォードがこのビルを買い取ることになって、自分たちの、オフィスとして、パーシャリーに使うということになったんです。なので、そういう動きの中からこのビルが、修復改造されることになって、2022年にはここまで、復活することになっています。これちょっと影が映っているので、ガラスが上割れているように見えますけども、実はこれはガラスは全部入れ替えて、雲が映って、非常に綺麗な状況に戻るようになりました。生活スタイルが変わっていく。どういうことなんだろうっていうことですが、アメリカは本当に車社会だったんですね。で、それが、その前は、いわゆる鉄道でみんなが動いていたわけですよね。なので、ここにマッキー・ミル・ホワイトのニューヨークのペンシルベニアステーション、ペンステーションと言いますけれども、建てられたものがあって、これは、それが壊される直後に撮った写真です。1964年ぐらいから壊され始めているので、とても美しいこういう鉄の加工があった、有名な建物だったんですけれども、車社会に撮られていく背景の中で、これが壊されることになってしまいます。で、車社会という話になると、日本ではあまりなかったかもしれませんが、アメリカにはたくさんそのドライブインシアターっていうのがあって、広い敷地に大きなスクリーンを置いて、車でみんな入ってきて、ここにブースがあってですね、車の中でヘッドフォンをつけて、この大きなスクリーンで映画を見るというドライブインシアターという文化がありました。で、今は、皆さんがインターネットでとか、家の中に大きなスクリーンを持ってテレビを見ることができるようになった。映画もすごくダイナミックな状況で見れることになったから、こういうドライブインシアターも、徐々になくなっていってます。ただ、やっぱりアメリカの中の、文化っていうんですかね、そういうものを知らせるためには、これも建築要素として大事なものの一つであるということで、このジャック・ボーゲルさんという人は、国内外に約1500のドライブインシアターを建設しました。ということで、議会図書館がアメリカの文化を伝える建築の一要素として、このジャック・ボーゲルさんの1500のドライブインシアターの図面を保管しております。そして、こういう災害とか、テロリズムとか、生活スタイルとか、いう要因の他にですね、もちろん言うまでもなく、資料は建築の修復とか保存に大きく貢献しております。
修復保存の一例としては、とても皆さんに理解していただける自由の女神を挙げましたけれども、左側に見えているのは先ほどもお話ししたそのリチャード・ハリス・モリス・ハントのコレクションの一部で、皆さん多分建築をなさっている方はご存知と思いますけれども、リチャード・モリス・ハントはこの自由の女神の台座をデザインしたんですね。で、この塔の、この、スタチュー・オブ・リバティ、自由の女神の方は、構造体は、エッフェルさん、エッフェル塔のエッフェルさんがやってるわけです。で、そのエッフェルと、リチャード・モリス・ハントの間にですね、ちょっと想像してくださいね。これが建てられたのはまだ手紙をやり取りする時代ですから、こういうふうな状況でどうでしょう、こういうような、塔でどうでしょう、こういうようなトーチでどうでしょう、トーチというのはこのトーチですけど、こういうような台座のデザインでどうでしょうというようなやり取りが頻繁に行われてまして、そういう理由で、エッフェルが描いた図面がハントのコレクションの中にある。で、今その郵送でこういうものが送られていたんだっていうお話しましたけれども、そのエビデンスはですね、証拠はここにこの折り目が見えますね。こういうふうにここ縦にこういう折り目が見えます。で、これがこういうふうに折られて封筒の中に入れられて、でやり取りされていたんです。で、その封筒自体もコレクションの中に残っていて、それは2人3人の人たちがこういうふうに協力しながら、スターチ・オブ・リバティ自由の女神の建設に当たっていたということです。右側の方はまた後でお話ししますけれども、このヘア HAER っていうのはアメリカの公園局が、協力してやっているヒストーリック・アメリカン・エンジニアリング・リコードというサーベイドローイングで、そのアメリカの、エンジニアのに関係するものを全部記録していく、広く広範に記録していくっていうもので、その時に調査した時に書かれた、構造体の図面です。なので、これが2011年、これは1881年、でこういう2つのものを比較しながら研究をしていくっていうことも可能になっていきます。また同じくハントのコレクションの中にはですね、写真記録なんかも残っていますから、左の方は実際の作られた、台座とは違うデザインですね。ハントはたくさんのこの台座のデザインをやっていて、その記録も全部残っていますし、実際にスターチオブリバティ自由の女神をその上に置いてみてですね、どういう台座とその塔、このスターチューの比率がどういうふうにしたら美しく見えるか、どういうふうにしたら、遠目からリコグナイズされるように見えるかというような検討をしています。で、右側は実際にその自由の女神が建設されていく間の建設過程の写真を、記録してる、撮ってあるものです。それからこれは修復保存に、ごくごく最近といっても、パンデミックが行われるちょっと前ですけれども、やはりデトロイトシティの中にあるキャス・ギルバートがデザインしたジェームズ・スコット・メモリアル・ファウンテンという噴水です。で、市が管理しておりまして、突然ですね、市からメールが入って、お宅の議会図書館にキャス・ギルバートがデザインしたこのジェームズ・スコット・メモリアル・ファウンテンの図面とかが保管されていると聞いていると。つきましては、その資料にどういうものがあるのかを教えてほしい。というのは、この噴水を修復してやり直すことになった。で、しかもその表層をやり直すだけではなくて、下に走っている配管とか構造もやり直す。なので、詳しい図面が欲しい。詳しい図面が欲しいという、要求がありました。で、私が倉庫にかけていって、見ましたら、やっぱり図面がどかどかとたくさん出てきていて、その図面を読むとですね、配管とか設備とかそういうものも全部、書かれている。つまり日本語で言えば衣装図面だけではなくて、設備図面とか構造図面も全部揃っている。で、連絡して、こういうもの全部ありますって言ったら、じゃあ全部スキャンしてください、ということになって、その他に見ている間にですね、
実はあの図面だけではなくて写真も出てきましたけども、写真もご興味ありますかって言ったら、あのどういう写真なんでしょうっていうので、あのその下にある地盤下にある配管とかも全部その建設工程を示した写真ですって言ったら、それもぜひ欲しいと、参考になりますということで、この右側に写っている代表例、左側に写っている図面の代表例1セット全部、市に、送ったということです。でただそれだけではなくて、キャス・ギルバートが作った資料、この20世紀初頭に作っていた資料だけではなくて、それがどういうふうに変わっていっているかっていうのを、あの写真記録としてやっぱり撮ってる人がいるんですね。でこのキャロル・ハイスミスさんっていうのは、アメリカの州を全州回って、その都市とか建物とか、それから、まあ、人の生活、ここがキーかもしれませんね。人が建築の中でどうやって暮らしているのか、もしくはこういう噴水とかあの構造物がどういうふうに変化していってるか、どういうふうに使われているか。例えば右の写真はあの皆さん分かるようにとても建築 の写真ではないですよね。建築の写真だったらこういうふうに人が入るのは多分嫌で、人がいない時の瞬間を狙って撮る。ただ彼女のフォーキャスはこういう広場、建築が人の中にどういうふうに使われているのか、人がどうやってこういう場所を楽しんでいるのか、そういうアメリカンカルチャーの中に建築を置いて写真を撮っていってます。またあの議会図書館は基本的にはあの議会に属するというか、議会のためにサーブする、貢献するっていうのが第一目的なので、彼女がその50州アメリカの州を全部回って写真を撮っていくっていうのはとても意義のあることなんですね。というのは議会というのは州の人たちの代表で集まって話をしているわけですから、その各州の記録を撮っていくっていうのが議会図書館の資料として大事なものになっています。またあの後で復唱するかもしれませんが、このキャロル・ハイスミさんの写真を集める理由の一つはですね、このキャロル・ハイスミさんが写真家として自分の写真の版権を全部、パブリックドメイン、あの自由に使っていいよというふうにして市民にあげているからなんです。なのであの彼女の写真は許可を取ることもなく、またお金を払うこともなく、自由に誰もが、使うことができる、そういう利点があります。修復のみならず、改造したり復元したりということに、建築資料が役立っているという例です。これはあのニューヨークシティにあるあのクライスラービルディングの、衣装図面ではなくてですね、これあの HVAC 空調関係とか、あとは、水関係、プラミング関係の青焼きです。左側に見えているのは。で右側に見えているのはあの写真家のゴッチョ・シュライスナーさんというこういう名前が出てますけども、さんが、クライスラービルディングの内観写真を、撮った写真です。でこの資料も実は要求があってスキャンしたんですけれども、理由はですね、5、6年前でしょうか、クライスラービルディングのオーナーが変わって、オーストリアのディベロッパーがクライスラービルディングを買い取ったんですね。であのすごく B として150ミリオンダラーで買い取ったんですけれども、その理由はやっぱりビルが老朽化しているから、それからその当時彼らがあのビルを買い取った時に 80% ぐらいのテナントがもうついてなかったんです。でその一方で実はクライスラービルディングの敷地は借地なんですね。でその借地権使用料がこれからどんどん上がっていく。でそういう中でやっぱり今の時点で建物の中のインフラを整えておかなければ今後いけないのではないかということで、その買い取ったオーストリアのディベロッパーが空調システムとか配管システムをやり直す計画があったんです。その時に図面がないぞということになって、私たちが持っているこの空調関係、それから水関係の資料、それからもともとの、内観がかなり変わってますから、もともとその、あったカフェとかレストランがどういうふうになっているのかも資料があったら欲しいということで、右側のような写真を提供しました。
ここはですね、先ほど話したキャロル・ハイスミスさんの写真が右側に出てきていて、左側には違う写真家、フランシス・ベンジャミン・ジョンソンという人の写真が比較写真で載っています。これはこの2人、両方とも女性で、両方とも写真家で、でジョンストンさんは、まあ、こういうような時代、もう20世紀の初め、19世紀後半から20世紀初めに、さまざまな建築、それから庭、ガーデン、ランドスケープに関する写真を、撮って回った、女性写真家。キャロー・ハイスミスさんは生まれは1945、6年で、今でも活躍している、もう70代後半になりますけれども、活躍している写真家です。で、このハイスミスさんがお手本とするのは、このジョンストンなんですね。で、ここに写っているのは、ワシントン DC の中の有名な高級ホテル、ウィラードホテルで、1860年に勝海舟とか、日本の、デリゲートが、ワシントンに初めて来た時に、ここに泊まったという有名な話がありますけれども、このハイスミスはですね、ジョンストンの写真を勉強して、同じシーンを、自分で撮るということもやってるわけです。で、どういうふうにスペースが変わったか、こう比較して見ていくと、天井なんかは全く変わってないですよね。でもやっぱりインテリアはこう変わっていってますね。そういう状況を比較写真として撮っています。で、議会図書館のプリンツ&フォトグラフスに保管される資料、先ほど一番初めに建築資料といっても、プリンツ&フォトグラフスビジョンに保管されているのは、特に図面とか写真だっていうふうに申し上げましたけれども、そのように関わらず、その多種の建築とか工学、あと意匠系資料を含んでいて、そういうものはその修復とかに活用されるのみならず、重要な歴史記録として永久保存されていきます。ここでキーが2つぐらいありますね。キャロル・ハイスミスとか他のものにも、共通して出ますけれども、その建築のものを集めているからといって、建築の建造物だけにフォーカスしているわけではないということです。アメリカの文化としてその建築がどうやって捉えられているか、その中で人たちがどうやって暮らしているかとか、そのもっと文化とかに近く、考えていく側面もたくさんあるということ、それからこのスライドの中に見えているこの永久保存をですね、永久保存、議会図書館に集まってくるものを私たちが一度集めると、契約したものは、永久保存になります。後々場所がないからとか、やっぱり価値観が変わったからといって破棄することはありません。なので、収集するときもかなり慎重に集めていきます。で、ここに写っているのは、その収集するときにどういう収集基準に基づいて集めていくかという話です。で、やはり原資料、オリジナル資料であるということに重きを置きます。というのは、建築資料というのは皆さんご存知のように、オリジナル資料、このオリジナル資料といっても必ずしもトレーシングペーパーに書かれた原図という意味ではないんですけれども、青図がいっぱい使われたりしてますから、そういう資料を他の人が大量に持っているなんていう場合があるんですね。ただ、私たちはそういうところも何気に調査してですね、原資料が私たちの中に入ってくるということを重きに置いています。それから一番最初にお話したように、その資料が持っている情報の価値、綺麗だからとか美しいからとか、人目に映るからいいからとかいう、そういう理由だけではなくて、この情報がこれからこの資料を使っていく人にどういう情報を与えていくのかっていう、そういう価値、とその情報量を見極めます。という意味で、桐原さんが一番最初にですね、3年だけで任期が切れてしまうっていうお話をなさっていましたけれども、建築バックグラウンドを持っている人が図書館業界の中に入って活躍する場が広くできているっていう、その母体の強さみたいのを私は感じています。というのはやっぱり資料の情報価値を読んでいくのは、建築の勉強とか建築図面とかを書いたり、使ったりしている人じゃないとわからないっていうことがあるからです。それから3番目の、ポイントは、皆さんが興味があるところではないかと思いますが、建築家、一人の建築家の全部の資料、
というのはなかなか集められるものではありません。ただ私が見ているとやっぱり日本の今の、興味っていうかは一建築家のものを集めていく、有名な建築家の一建築家資料のを全部集めていく、そういうところにフォーカスが強いようなように思えて、ただ議会図書館でもですね、全員のものはとても有名であろうと何であろうと全員のものは全て集めることはできない。そこで、私たちが取っているのは各主要な時代に一人ずつ選択していく。で、この各主要な時代というのの読み方がちょっと難しいんですが、まあ、議会図書館自体は1800年から始まってますから、節目節目で、例えばリチャード・モリス・ハント、もう何回も言ったようにアメリカを代表してボザールに渡り、アメリカの建築の母体はやっぱりヨーロッパのボザールに基づいてますから、そしてアメリカに帰ってきて自分の資料を人に提供し、ニューヨークの建築家の建築家教育に当たった。まあ、それはある意味すごく重要な資料になる。そういうものを集める。もしくはやっぱり有名な建築家のものを集めるとか、あと、建築のスタイルが変わっていく。アメリカの中で変わっていく。そういうものを集めていく。なのでその10年に1人集めるとか20年に1人集めるとか、そういう話ではないです。それからその集める指標っていう、その主要な時代っていうのもですね、いろいろな意味が含まれてきます。例えば現在私たちが、フォーカスして、考えなければいけないっていうのはですね、やはりアメリカの中で起きている人種差別の問題、皆さん の耳にも届いていると思いますけれども、 2年ぐらい前にそのブラックライブズマター、黒人の人の生活も重要なんだ、で黒人問題というのはもちろん昔から非常に取り上げてられましたけども、そのブラックライブズマターという動きをもとにですね、黒人建築家の資料というのも少し集めていかなければいけないんじゃないかっていう議論が今盛んに起きています。で、そういう問題、そしてまたそのこのコロナ、COVID の問題でアメリカの中でですね、エイジアンアメリカンのに対する批判っていうのが起きていますから、じゃあエイジアンアメリカン、エイジアンパシフィックアメリカン、移民、そういう人たちの立場ってどういうものなんだろう。そういう人たちが建築に与えている、もしくはエイジアンアメリカンアーキテクトっていうのはどうなんだろう、みたいような話が起きてきています。で、そういう考慮もその各主要な時代っていうところに含まれていくっていうことです。4番目のポイントは、ノートルダムの時にちょっとお話ししたことにも関わっていますけれども、アメリカを中心に活動している建築家、それからアメリカ関係の、関する資料ということです。ということで、桐原さんが最初に丹下の資料が全部ハーバードに行ってしまったということですけれども、私たちの、アメリカ議会図書館ではアメリカを中心に、アメリカを母体に、もしくはアメリカ人と言ってもいいですけれども、に活動している人。で、後のものは、少し付加的に建築全般、全世界のものを理解していくために、またその理解した上でアメリカの建築をその全世界の動きの中にポジションを置いていくために集めていく。例えば、マキさんの資料なんかもいくつかあります。で、まあ、そういうのはマキさんの資料でもですね、アメリカの中にマキさんが建てられたものの資料、牧文樹さんが建てられた資料を牧さんに選んでいただいているというようなことをしています。それから5番目も、建築資料館の方には大きな興味があると思うんですが、議会図書館ではですね、模型などの三次元オブジェクトは今のところ収集対象外です。というのは永久保存していくっていうポイントから、うちの議会図書館の中にはコンサベーションディビジョン、修復部門というのがありますが、つい最近まで模型を修復できる、オブジェクトコンサーバターという人が一人もいなかったんですね。修復は紙か本か、写真とかいうフィルム関係、それから映像関係資料のコンサーバターしかいません。で、つい最近オブジェクトコンサーバターという人を雇いまして、ただオブジェクトといっても建築模型だけではないですよね。いろいろなものがあるわけです。例えば
うちの中にはオブジェクトを集めないと言いながらいろいろなものがあるんですね。昨日も、議会図書館の125周年記念というのがありまして、ジェファーソンビルディングの展覧会があったんですけど、お皿があったりとか、あとリンカーンが、かけていたメガネとかがあったりとか、いろんなものがあるので、これから先も模型は、種の対象とはなっていくとはちょっと考えにくいです。じゃあ、どういうものを持っているのかという紹介を少しします。プリンツ&フォトグラスディビジョンに保管されている建築工学衣装関係資料というのは点数でいうと約400万点ぐらいありまして、コレクションの数、例えばリチャード・モリス・ハントコレクションとか、写真家のバーサザール・コラブコレクションというのを一つに数えていくと約400ぐらいあります。で、私がこのポジションを取ったときに、キューレーターのポジションを取ったときにですね、この400のコレクションを前任者から勉強するっていうことをやったんですけども、とても難しくって、とても混乱していて、で、これは内部にいるものが混乱するぐらいだったら、外からこの資料を使う人々には、とても難しくてよくわからないだろうということで、コレクションガイドっていうのを作りました。後でお見せします。ただその時にその400ぐらいのコレクションをこの5つの、コレクションの類別をすることにしたんですね。で、1つ目はプライマリーアーカイブというふうに英語では名前をつけまして、多分皆さんが一番興味のある一建築家の全資料もしくは大半の資料を所蔵しているものというのを挙げています。で、またちょっと思い出してください。経年的にある、一時代を代表する建築家、もしくは建築全般を、うまく表現して全貌を見ていけるような資料を集めるということですけども、ラトルーブの資料、ラトルーブはですね、やはり議会図書館という、その議会の、国会議事堂の提案とかいう、ホワイトハウスの提案とか国会議事堂の提案ということから大事な資料として集めていますし、もうリチャード・モリさんとの話はもう何回もしましたから、こういうものを集めていく。それからステンドグラスのデザインをしているラム・ステンドグラス、この人たちまだ活動していますけれども、会社として、そのコレクションを集めているとか、ギルバート、キャス・ギルバートの資料、それから建築だけではなく私たちは衣装ということにもテーマを当てていますので、車のデザインをしていたレイモンド・ロイとか、ワシントンに根を置いて活動していたチャールズ・グッドマン、そしてもちろん、有名どころのイームズの資料75万点ぐらいあります。そして、フォーキャス、女性建築家、しかもワシントンで活躍していた女性建築家、皆さんあんまり知らないと思うんですね。C.W. スミスさんの資料。あとまた大物が出てきます。ホールドーフ。そして、アイアン・クラストマン、こういう、なんていうんでしょうか、構造ではないけれども、インテリアデザインにアイアンを使ってやっていたファーム、クラフトマンシップを代表するような手を集めたり、それからビクター・ランディという建築家がいますけれども、この人はまだ実は生きていてですね、来年の1月、あ、2月1日に100歳になるんですね。で、こういう資料を集めていく。で、あれ？ちょっとおかしくないか？ビクター・ランディと、ポール・ドルフ、同じ年代の人じゃないだろうか。なんで同じ年代の人を2人集めるんだろうか。しかも同じ年代にイームズもいるぞっていう話になりますね。で、その経緯はですね、実は前任者からあまり詳しくは聞いていないんですけれども、すみません。ちょっとお振りします。失礼しました。ビクター・ランディさんは実はハーバード時代にポール・ドルフと、競っていた人で、ある理由がありまして、ローシュ・スカラーシップっていうのがあるんですけれども、彼がポール・ドルフに、とコンペして、そのローシュ・スカラーシップを自分で取ってヨーロッパに行ったなんていう経緯があるんですね。で、そういう、同時代をコンペアするみたいな意味で集めているということらしいです。
ごめんなさい、スライドが次に行かなくなってしまいました。次のカテゴリーは、セレクティッドプロジェクトといいまして、一建築家の全資料を集めないけれども、限られたプロジェクトのみを集めていく。で、この辺は結構やっぱり有名どころが多いですね。というのは、限られたプロジェクトだけになってしまいますので、ノイトラに関しては、私たちが持っているのは、このフィラデルフィアで建設された住宅関係の資料のみです。それからスキートモア、SOM のスキートモアですね、ルイス・スキートモアの資料は、今ちょっとお話したランディの時のそのスキートモアも、実はロッシュ・スカラーシップというのをもらって、1928年、29年にヨーロッパに旅行に行って、スケッチとかをたくさん残しています。で、彼の場合はですね、この写真を撮って、それを自分でまた横で全部測量したりして、このスケッチに落としている。こういう資料が入ってきてます。で、これは非常に今若い人たちに人気っていうか、ってもう今皆さんがですね、若い人たち、そこで測量したり手書きでスケッチするなんていう時代ではなくなっているらしいんですね、どうも。で、そういう意味では写真に収め、ある意味写真で収めるっていうのはレンズを通して見ている自分のその写真を、ごめんなさい、自分が建築をどうやって見ているかっていうのを、代表するようなものですから、ここに3つあるものと、それを自分がスケッチしたり測量して図面に落としていく。から一番右のはフランク・ロイド・ライトの資料で、フランク・ロイド・ライトの資料は全資料がコロンビア大学のエバリ・ライブラリーと、あとニューヨークの近代美術館に分けて、送られてしまいましたが、私たちが持っているフランク・ロイド・ライトの資料はですね、違う経由から来てまして、フランク・ロイド・ライトの中のオフィスで働いていた人がたまたま持っていたもの、別にフランク・ロイド・ライトのオフィスから取ってきたわけではないです。いろいろな背景があるみたいで、やっぱりフランク・ロイド・ライトがどうも給料を払えないときにその代償として彼にあげた資料とかそういうものがあるみたいで、そういうものを集めている。ただ、すごく美しい資料が、たくさんありましてですね、来年か再来年、日本でフランク・ロイド・ライト、来年ですね、開催されます。で、その中にこの資料が一つ、持っていかれる、貸すことになっております。ぜひ注目して、ご覧ください。エバリの方からもたくさん資料が出ますし、私たちの議会図書館からも約12点の資料を送ることになっております。3番目はシーマティックコレクションといって、その何かテーマを決めて集める。例えば、ここの左側はコートハウス、ビルディングタイプですよね。コートハウスに関して写真を撮っていった人の資料を集めていく。だからコートハウスの内観とか外観のものを全部集める。それからある一つの建物、これはリンカーンメモリアルですけれども、ヘンリー・ベーコンがスケッチしたものとか書いた図面を集める。もしくはペンタゴン。ペンタゴンは2年前に記念を迎えました。75年かな。で、その建設過程写真を撮ったものがあるんですね。ドネーションして、その建築家でこのコンストラクションに関わっていた人が、自分がそのサイトにいたときに、建設現場にいたときに、プロの建築、写真家ではないけれども、建物が立ち上がっていく工程を全部、記録したものを撮っている。それをドネーションしていただいた、そのペンタゴンのコンストラクション写真。つまり、ある一テーマ、主題に限る資料が、あとはその主題に限る資料というところで、ちょっとご説明したいんですけれども、先ほどこのスターチオブリバティのヒストリックアメリカンエンジニアリングリコードっていうのは紹介しましたが、このハブズ、ヒストリックアメリカンビルディングズサーベイ、それからヘア、そしてハルス、ヒストリックアメリカンランドスケープサーベイ、私たち HHH と P&P の中では呼ぶんですが、これとても重要な資料で、頻度としては多分、一番よく使われている建築資料なんです。で、バックグラウンドはですね、ヒストリックアメリカンビルディングサーベイに始まるんですね。で、1933年というのは、1929年の大
アメリカの大公共恐慌の直後ですけれども、外交恐慌が起きたときに、ニューディールさんがニューディール計画というのをたくさん作りました。で、建築領域では、このヒストリックアメリカンビルディングサーベイというプログラムを立ち上げて、職に就けないアメリカ人の、建築家たちに、歴史的建造物の調査をさせたんです。で、その調査に関わってもですね、アメリカの公園局が母体になっていまして、で、公園局がその全貌を、管理する。で、公園局がそのどういう、ヒストリックアメリカンビルディングを、調査するかを決める。で、その後に、ヒストリックビルディングサーベイはですね、建築家を、どの建築家をどの建物にあてがうかっていうことで、アメリカ建築家協会が協力する。そしてそのできた資料を、議会図書館、アメリカ議会図書館が永久保存するっていう流れになっています。で、このヒストリックアメリカンビルディングサーベイは1933年から、来年で、100年になりますよね。ごめんなさい、90年になりますね。ずっと続いているサーベイで、で、唯一ニューディール政策の中で残存している、プログラムです。で、真ん中のそのヒストリックアメリカンエンジニアリングリコード、それからヒストリックアメリカンランドスケープサーベイ、この真ん中のエンジニアリングのは1969年に始まり、ランドスケープの方は2000年に発起したものですけれども、公園局とライブラリー・オブ・コングレス、議会図書館の役割は全く変わっていません。で、この真ん中のエンジニアリングリコードは工学系のインスティテューションとコラボレーションする。建築家協会ではなくて工学系のところとコラボレーションする。で、ランドスケープの方は、ランドスケープの協会とコラボレーションする。で、コラボレーターだけ変えてですね、このサーベイ自体の母体は公園局が賄い、資料は全部議会図書館に来て永久保存されるという流れになっています。で、4番目のキャテゴリーは、フォトグラファーアーカイブといいまして、建築写真家がたくさんいますから、先ほど一番最初に、稔山崎のところの、WTC ワールドトレードセンターの模型の写真を撮っていたような、コラブさんっていう人。で、この人は約50万点の写真を、建築写真を撮っています。で、このストラクチャーはですね、ワシントン DC の、インターナショナルエアポートの写真ですね。こういう構造体の写真を撮ったりとか、キャロル・ハイスミスさんの話はもうすでにしましたけれども、彼女が撮っている版権を、フリーにしている写真。それからこのジョン・マルゴーリスさんという写真家はですね、ロードサイド・アメリカというプロジェクトを立ち上げまして、車でアメリカの中を走り回って、建物というよりは、道の脇に立っているような、こういう、スカルプチャーみたいな、ものをですね、バナキュラーアーキテクチャーとかバナキュラーのコマーシャルストラクチャーなみたいなものを全部記録に残していく。で、この3人の写真家はですね、まだまだたくさんいますけれども、全部版権を一般市民にあげてるんですね。そこがやっぱりキーになるかなと思います。で、最後のキャテゴリーは、アザーコレクションズという名前をつけてますけれども、一応そのプリンス&フォトグラスのディビジョンでは、建築に関係するというカテゴリーにはなっていないんです。というのは、この見ていただいてわかるように、パノラミックフォトコレクションというカテゴリーになっていたり、ステレオグラフコレクションとか、ポストカードコレクションというように、莫大な数の、コレクションがある。で、必ずしも撮られているものの内容は建築だけではない。ただ、その中に建築も映っているとか描かれている。で、パノラミックの中に映っているのは、ここにある、リンカーンメモリアルですね。で、これはそのリンカーンメモリアルのデディケーションの時に撮られた人がみんな集まっているパノラマの写真。それからステレオも非常に大きな、記録ですけれども、まあ、ピラミッドが映っているとか、もちろんポストカードなんかは皆さんご存知のように、もう建築の建物っていうのはポストカードの最適のターゲットですから、このようにフラットアイアンが見えたりとか、そういう資料もある意味研究対象として非常に重要な資料になっています。で、ここでちょっとそのガイドを作ったよっていう話をしましたが、その紹介をしたいと思います。
後でこの URL をシェアできたらいいなと思ってますが、ごめんなさい。これが制作したガイドです。Architectural Design and Engineering Collection in the Library of Congress で何回も言うように、これ Prints and Photographs Division の中にある資料のみっていうガイドです。で、左側にこのタブがありまして、ここに見ていただいているのはイントロだけですけれども、まあ、どんな資料があるのかっていう。これ、フランク・ロイド・ライトの、シュガー・ローフ・マウンテンという資料で、先ほどのそのプロジェクトだけ集めるっていうようなものの一つですけれども、これ、とっても重要な資料になるんですね。これ、実際に、建てられているものではない、プロジェクトだけに終わってしまったものですけれども、意義深いのは、フランク・ロイド・ライトはこれをデザインした後に、これを逆発想してグッゲンハイムを作ってるんです。という意味で、資料として非常に価値、情報価値があるというものです。もちろん美しいレンダリングとしても価値があります。で、このコレクションというところをヒットしていただくと、先ほどご紹介したプライマリーアーカイブ、セレクティッドプロジェクト、セマンティックコレクション、フォトグラフアーカイブコレクションというふうに分かれていて、で、これをまたクリックしていただくと、その中にどういう人のものは全部集めてるよっていうリストが出てきまして、ハントなんか行ってみましょう。ハントに行くと、まあ、ハントのコレクションにはこんなものがあるよ。で、ここをクリックしていただくとですね、今飛びませんけれども、デジタル、まあ、飛んでみましょうか。デジタル化しているものがこう全部見れるようになる。で、これ1ページに20あって、588のものがもうスキャンされてるよっていうようなことが、皆さんには見えてないですかね。見えてますか。あとでまたお知らせしましょうか。見えてますよ。はい。見えてますか。がわかる。そしてもう一つ私が努力したかったのはですね、こういう資料を使ってどんなものが二次資料として出版されてるとか、誰かがディサテーション書いたとか、博論書いたとか、マスターシーセス書いたとか、どんなブログとかアーティクルが書かれているかっていうタブをつけたかったんですね。というのは、こういう資料も二次資料として非常に有効になっていく。リチャード・モリス・ハントのことを知りたかったら、こういう本見るといいよとか、あと、こういうような雑誌が出てるよとか、こういう研究をした記録があるよとか、もしくはブログとかでこういうものが書かれてますよとか、あと、展覧会ではこんなものがされた記録がありますよっていうようなことを、各資料に分かるだけ、知るだけ付け加えております。こんな状況で進みます。で、ランディさんは、重ね重ね言いますが、来年、バーチャルプログラムもやりますので、どうぞご参加ください。で、今もご紹介したようにですね、その、所蔵品を広く活用してもらうためには、私たち自体も努力をしなきゃいけないんですね。ただ取ってあるよっていうだけでは、誰にもわからない。だからどういうことをしたらいいのかっていうと、まあ、手っ取り早いのは、やっぱり今の時代はデジタル化ですね。デジタル化して広く見せていく。ただ、ここで関わっていくのは、デジタル化してもですね、版権が一般公開されていないと、やっぱり私たちもデジタル化して見せられるのは、小さなサムネイル程度なんです。で、そういうところにも問題がいっぱいまだ潜んでいるということもあります。それから、今お見せしたコレクションとかリサーチガイド、コレクションガイドっていうのが、今お見せした、こういうコレクションがある、こういうものがあるということですけども、実際にもっと深いリサーチガイドを使って、このコレクションを使うには、こういうことを注意しなきゃいけない、こういうところを見なきゃいけない、こういうふうにリクエストしなきゃいけないという、もっと細かなリサーチガイドなんかも作っております。それから、議会図書館の場合、集めてるのは建築資料だけではないので、なかなか大きな展覧会をするっていうのは難しいんですけれども、ディスプレイ程度の小さなミニ展覧会みたいのを部署の中で行ったり、もしくはディスプレイケースを借りて行ったりします。
ランディさんの誕生日の時には6つディスプレイケースを借りてですね、彼の作品を議会図書館の中で実際に紹介し、その後にバーチャルプログラムをやっていくなんてこともします。4番目に挙げているのは、積極的にですね、オンサイトで実際に現像を見せてやるツアーとか、それからもう昨今はやっぱりバーチャルツアーをどんどん行っていく。それから5番目のオブジェクトレッスンっていうのは、ちょっと、新しい響きかもしれませんが、どういうことかっていうとですね、一番最初に提案されたのは、その一つのものをじーっと深く見ていくっていうことなんです。でもし後で時間があったらご紹介しますけど、私が興味を持ってやったのはマヤリンが設計したベトナムメモリアル、設計競技のパネル2枚を持っていますから、それをじーっと深く見てですね、マヤリンがどういうことを考えて、デザインを発展していったのかっていうような話をしました。それは建築家の方にとってはあまり興味がないっていうか、もう分かってるよっていうような話だと思うんですけれども、こういうオブジェクトレッスンを、やる理由は、特にバーチャルでやる理由はですね、まあ、ある意味全世界の人に見ていただける、それから建築を知らない人にも建築を知らせて、建築の深みとか建築資料とか、そういうものを分かってもらうっていう、トライアルをやっています。それからブログを書く。そして最後は積極的に私たちの方から大学の建築学部なんかにですね、コンタクトして、でファカルティの方にこういう資料がありますけれども、そういうもので何かあなた方のクラスルームに役立つものはあるでしょうか、あとは少ない人数であればクラスルーム自体を私たちの議会図書館に連れてきて、実際に資料を使いながら何か教鞭することはありますかとか、あとは全くもって知られてない資料で良いマスターコースぐらいの、マスターシーセスになるようなものがありますけれども、いかがでしょうかみたいなことを紹介してもらっています。で、ここまでで議会図書館でどういう動きがあるかっていうことは終わりなんですが、ここからは皆様建築家の方に、特に建築家の方々にお願いというか、アーカイブっていうと、いや私たちにはあんまり関係ないよっていうふうに思われるかもしれないですが、建築家の方々でもアーカイブに貢献できることがあるっていうことを数枚お知らせしたいと思います、スライドで。で、私たちが整理していくときにですね、一番困るのは日付がないっていうことなんです。特に一建築家の全集を集めるときに、これどういう順番だろうねって、ある意味建築分かっていればそうこう並び替えていくこともできるし、並び替えないっていう考え方もあるんですが、ただ日付が打ってあるとですね、本当にありがたいです。研究者の方にもとてもありがたがれるっていうか、分かる資料になって、例えばペイはルーブルのピラミッド設計した時に1983年9月15日ってここに日付を打ってますけれども、それだけでもとても助かります。それから建築図面の作成者っていうのは必ずしもその建築家であるとは限られませんよね。例えばここに挙げているのはまたリチャード・モイス・ハントですけども、この図面を描いたのはハントとは思えないんですね。で、建築家の事務所の中で一つのプロジェクトに働いている人っていうのは、もうプロジェクト次第では何十人といる時もありますね。英語ではディリニエーターって言いますけども、この図面を描いたの人が誰なのかっていう、イニシャルみたいのを打っていただいたり、名前を入れといていただいたりすると大変助かります。それから、もし、ここに書いてあるように、この図面を描いた人が違う人、リチャード・モリス・ハントでなけたらですね、最後にここに Accepted by RMH って書いてあるんですけども、これがリチャード・モリス・ハントが最後に OK した図面だよなんていうようなことを書いておいていただけると、これまたとても助かります。そして別にプロジェクトリスト、自分たちがやったプロジェクトのリストとか、あと日本でも多分プロジェクト番号っていうのを打ったりしてると思うんですけれども、そういうプロジェクト番号を打ったり、そういうプロジェクトナンバーとプロジェクトの名前とか、それに関わった署員の名前とか、そういうものを全部一覧表にして
対応表を作っていただいておくと、助かります。そして最後にですね、写真を撮りますね、竣工写真とか。その写真を撮った人の名前とかも入れておいていただくと大変助かります。写真の場合はできればその、プリントであればその裏側に写真家のハンコなんかを押しておいていただいて日付を打っていただくと助かります。そういうふうにトラッキングっていうんですけれども、いつどこでこの資料が作られたのか、誰が作ったのかっていう情報は資料館としてはとても有効な情報になってきます。でその建てた後にまた改造なんかが行われる場合がありますよね。でそういう時もその最初のプロジェクトの連携を明確に記載しておいていただけると、またこれまた情報価値が上がっています。見慣れた風景だと思います。これポール・ルドルフの丸まったロールの図面なんですけれども、このバッテンマークがしてあるのは多分10センチ×15センチぐらいの小さなスケッチなんですね。でこの一番大きな部分に写ってるのは多分、70センチ×100センチぐらいの資料なんです。でこういう小さな資料とですね、大きな資料を一緒に丸めておいてほしくない、まず整理するのが大変ということと、こういう資料が大きなものと丸められているとですね、得てしてこういうものが分かれてどっかに飛んでってしまう可能性がなきにしもあらずなんです。それは私たちが受け取った後ではなくてですね、何かの理由でなくなってしまうということもあり得るから、こういう資料は別に保存しておいていただきたい。もしこれと関連するんだったら、このロールナンバーいくつとこれは関連しているよと書いておいていただけるとありがたいです。それからこれは整理した後ですけれども、青焼き図面と、イエロートレーシングペーパー、80年代90年代よく使いましたよね、と紙が全部一緒になっている、こういうものは保管上は実はあまり良くないんですね。でまあ一緒に丸めておくのは仕方ないにしても、こういうイエロートレーシングペーパーが、青焼きの間に挟まっているとか、そういう事態はできるだけ避けていただきたい。というのも、開けてるときに、このトレーシングペーパーがですね、この紙の強さによって破れてしまうなんてことも、なきにしもあらずなんです。それから、また見慣れた風景。これ、破れた図面にドラフティングテープがいっぱい。これ、とっても困るんです。まあ仕方ないんですけれども、図面を描いてる間に破れちゃうようなこともあるけれども、これ一度テープ貼ってしまうとですね、テープの粘着を取るのがとてもとても重作業になりまして、で実際に情報自体も失われちゃってますよね。スコッチテープみたいので留めればいいかっていうとそうでもなくて、スコッチテープでも粘着性は全く変わりません。それからこのテープの焼けが残ってしまうんですね。でこれを丸めると、その長い間にこのベトベトが外にこのテープからはみ出してきて、それが図面にくっついてロールが開けられなくなったりします。最悪の場合はですね、これおすすめしてないですけれども、最悪の場合はもうテープを貼るんだったらスコッチテープで裏側にこうビーッとこう全部貼るんではなくて、要所要所に少し貼って図面の裂けがもっと進まないようにするぐらいにしておいていただけたらありがたいです。今までずっと紙媒体の話をしてきましたけれども、まあ今は全部デジタルに移ってきてますよね。で、そのデジタルファイルの保管の仕方っていうのもいくつかあって、統一したその名前の付け方をしていただくとありがたい。で、議会図書館はまだデジタルのものを積極的に集められる段階にはなってないです。というのは、私たちは一般公開っていうのに重きを置いてますから、今いろいろ違う CAD で書かれた、ソフトウェアで書かれたものをですね、まあ多分 PDF で見せるしかないんですけれども、.dwg とかいうものを見せる、ケーパビリティ、ことは全く母体ができていなくて、それができるまではデジタル化のものを積極的に集めるということはしていないです。
でも今から建築家の方にペイアテンションしていただきたいことは、まあ、デジタルファイルの名前を統一化してつけていただくこと。例えば新宿プラザなんていうものがプロジェクトとしてあったら、そのサブとして、経年変化を取っていくんであれば、2022年の1月23日の、新宿プラザの、元のそのスケッチとかスキームドローインはここ。2022年2年の11月4日には新宿プラザの、コンストラクションドローイング、建設のためのドローインはここにあるよとか、もしくは日本橋ビルディングっていうのがあったら、まあ、最悪の場合も全部をここに投げ込んで、2020年の3月21日から始まって2022年の10月20日までの資料がこの中にあるよというふうにして日本橋ビルディングという名前を付けておいていただく、まあ、そのぐらいのカテゴリーをしていただくと、助かります。私の話はここで一度止めてですね、皆さんご清聴ありがとうございました。質問があったら何でも投げかけてください。それから日本でもこういう動きが出てきたことはとっても嬉しくって、私がもうちょっと我慢っていうか日本に母体を置いてですね、習ったことを日本に反映できればよかったと思うんですけれども、今からは日本に戻ることはもう多分ないし、ただこれから日本人とか日本の中でこの建築アーカイブをもっと反映させていくことに興味のある人を養成していきたいと思っています。なので若手の建築を目指している方、建築の業界に入りたい方、でも私も言ったように全員が全員建築家になれるっていうわけでもないと思うんですね。でも建築を勉強したらいろいろなことに役に立つことがあるっていうことを私の話を介して学んでほしい。でもしこういう領域に興味があったらぜひコンタクトしてください。そして若いからといって恥じないで手を挙げてたくさん質問してください。じゃあここで一度ストップしたいと思います。はい、中原さんありがとうございました。非常にアクティブな活動がですね本当に伝わってきますし、私が最初説明した日本の現状よりも一歩日本も先に行ってるというか、非常に活動されてるっていうのがよく分かってきました。で皆さん Q&A、今すぐ書けってもちょっとあれなんでしょうけども、書いていただく間ですね、2人ぐらい、中野さんにご関係のある方がいらっしゃいますので、その方にちょっとお話を聞きしますから、その間に、でも、Q&A をよろしくお願いします。それではですね、最初にですね、藤本貴子さん、ちょっとビデオをオンにしていただけますか。藤本さんはですね、中原真理さんがいらっしゃる米国議会図書館でですね半年間ぐらい研修されてます。でその後私もいました国立近現代建築資料館で3年4年ぐらいかな、活動されてましたんで、ぜひ議会図書館のことも含めて、何かご感想ご質問ご意見があれば藤本さんよろしくお願いします。マリさんのお顔拝見できてすごく嬉しいです。今日はご講演どうもありがとうございました。藤本と申します。すいません、建築資料の保存に関わられた方々って桐原さんをはじめたくさんの建築士の先生方とかたくさんいらっしゃるのに最初にご指名いただきまして大変恐縮しております。マリさんのお話をお聞きしてですね、ちょっとなぜ私が指名していただいたかっていうことをちょっとだけご説明すると、2013年ですかねのから2014年にかけての半年間ライブラリーオブコングレスの P&P で私インターンさせていただいてまして、その時受け入れの時からですねすごくマリさんにお世話になりました。ただマリさんその時は週に1回だけ P&P にいらしていて、ちょうどマリさんキュレーターになられるのと入れ違いぐらいで私はちょっと他の調査に動いてしまったので、マリさんに直接いろいろ教えていただけたらよかったなもっとと思って、で今日の話を聞いてもう一回インターンに戻りたいなと思いました。いや本当に行きたいですね。いやちょっとあまりにもいろんな情報を今日またお聞きして、 P&P に行った時にとにかくその倉庫が広くて資料が本当にたくさんあって整理されて
いて、もうそれだけですごく圧倒されるんですけれども、その時と同じような衝撃を今日また受けまして、一体これから自分が何をしていけばいいかちょっと呆然とするような感じだったんですけれども、3つほどじゃあ私の方からマリさんに質問させていただきたいと思います。ちょっと大きい話から3つ、まず1つは今日お聞きしていて、やっぱりアメリカだけじゃないと思うんですけれども、日本における建築の扱いとアメリカにおける建築の扱いというか、建築文化の需要とか建物に対するその一般の人たちの関心、興味関心っていうのが全然違うよなっていうのを思っていまして、今日もすごくそれを感じました。やっぱり日本で建築資料っていうと割と図面とかすごく専門領域の資料を指していて、専門家が使うものっていう感じがまだするような気がするんですけれども、もっとLC の資料はすごく一般の人にもいろいろ興味を持って使ってもらうようなものがたくさんあるし、でそういうものを収集していらっしゃると思うんですけれども、そのこれってすごく大きな話なので難しいんですが、そういう建築文化自体をもっと一般の人に知ってもらったりとか受け入れてもらうようなことって、多分さっきおっしゃってたオブジェクトレッスンとかいろんな取り組みをされていると思うんですけれども、日本では一体何をすればもっと建築文化が身近なものになるんだろうっていうのを素朴に今日また思ったっていうことが一つと、ね、ここで止めていいですか？止めてください、はい、廊下で覚えられないかもしれないいろんな方法があるけれども、高子さんがおっしゃっていたのはまさに本当で、私もアメリカに来た時に、日本とアメリカで、まあ、もしくはヨーロッパで建築っていうものがどれだけ人の生活の中に根付いてるかっていう、その深さは全然違うんだなって思いました。で、日本ではやっぱり日本人は仏閣、神社仏閣とかそういうもののアプリシエーションはとても高いけれども、なんでなんだろうなって思った時に、一つの方法でインプルーブしていくのはやっぱり K-12、 もっと若い時代から建築を自分たちの生活の中に大切なものとして入れていかなきゃいけない。だから子ども教育、議会図書館はリサーチライブラリーなので、実際に資料を手に持って見れるのは16歳以上の人しか見れないんですけれども、今特別にもう過去15年ぐらい、そのリーディングルーム、閲覧室に入ってこれない年代の人を対象に、公開している部門というのがあって、でそこにその原資料のリプロダクション、複製ものを置いてみせたりとか、あとは今回もまた協力してやってますけれども、自由の女神なんかだったら世界的に知られているものですよね。でそういうものを見せて、先ほど見せたような構造体とか、あとはいろいろな建物の資料を見せて、ゲームみたいなのをやってみるとか、でもっともっとその建物を知ってもらう努力をしていく、でそれに資料を絡めていくっていうことですね。だから今度やるっていうふうに言いましたけれども、ただ単に資料を見せるだけじゃない、それに付加して私たちがもっと建築を知ってるものとして一般の人に分かるように説明していく、そういう中に子どものプログラムも含めていく、そして最後に実際にその建築を見に行くっていうツアーを行うっていう、その総合的なプログラムを考えていかないと、本当に資料を取っておくだけで有効利用されないし、社会の中に浸透していかないと思います。はい。ありがとうございます。あと2つありますか？いますが、ちょっと私だけであんまり時間を取ってもいけないので、これで。なんか本当にいっぱいお話聞きたいですけど、ありがとうございます。とても大切なお話がですね、経験からあると思うんですけども、ちょっといろんな方がまずあるんで、まずそれの方終わってからもう一度、はい、もし時間があれば。ということでいいですか？はい、ありがとうございます。じゃあ、あと一方ですね、やっぱり中原さんの、情報分野で大変お世話になって、というふうに聞いてますけども、岡本誠さんにお話を伺えればと思うんですけども、岡本さん。岡本と申します。中原さん、ご無沙汰しております。
多分今日建築系の方が多いので、お前何者だという感じがあると思うんですが、アカデミックリソースガイドという会社をやってまして、まあ、いわゆるコンサルタントです。図書館などの施設をですね、それこそ建築の皆さんと作っていまして、まあ、最近ですと、須賀川の市民交流センターテッテとかを、作っています。まあ、基本的には図書館を作るコンサルタントだというふうにご理解いただければよいかと思います。で、もともとは、私、ヤフーで働いていた時代が10年ほど前、まあ、それが結構長く10年ほど働いていて、まあ、その前後ぐらいからですかね、中原さんとお付き合いがあり、という感じです。ただまあ今日まずまあ感想的な、コメントというよりは感想的な感じになるんですけど、私中原さん知り合ってから、しばらくしてから、実は建築がまあよりそのプロフェッションなんだっていうお話を伺って、へーって思った覚えがあります。実際 LC をご案内いただいたこともあるんですけれど、私にとってはその情報分野の方っていう印象だったんですが、なるほど、アメリカの議会図書館には、こういう分野のプロフェッションがあるんだなっていうことはやっぱり非常に印象深く思いましたし、やはり今日メモを取りながらですね、非常にやっぱり建築のそのバックグラウンドもありつつ、情報のバックグラウンドもあるというところがすごく私は痛感されました。で、まあこれは質問ということでもなく、逆にこれは今日のまあお聞きになった方々もどう受け止められたかなと。思うところで私が非常に印象的だった点を2点だけ挙げたいと思います。一つはですね、やはり所蔵品を活用してもらうためにもアウトリーチに力を入れているんだっていう話はやっぱ非常に印象的でした。やっぱり何のためにアウトリーチかっていうその方法と考えたときに、やっぱりあるものをきちんと使ってってもらう。まあ実際これ使ってもらわないと、例えば図書館の場合、それを収蔵し続けていく予算がつかなくなるのも目に見えている。ですね。で、これはデジタルアーカイブの分野なんかでも特に言われていることで、やっぱここが印象的でした。で、実際、例えばシカゴなんかに行った時に、そのアーキテクチャのツアーなんかに参加すると、いや本当にアメリカのこう発展史を感じるような素晴らしいツアーが、まあ、それこそ毎日のように、なされている。で、そこに対して、こう、フラッといたツーリストが参加して、いや、普通のその表面で見ただけじゃわかんないシカゴの街の発展史みたいなのを感じるって、まあ、アメリカの主要として正直どこでもやってると思うんですよね。で、それがなんか改めて、なるほどな、これほどの、まあ、裏打ちがある話なんだということがやっぱり非常に印象的でした。あともう一つは、最後の方のまとめ的におっしゃられた、まあ、建築家の皆さんにぜひという話は、私も日々ですね、いろんな建築家と協業してて思います。日付入れろって私も本当にいつも思っていて、これいつの図面だよと、やっぱり協業してる我々ですら、ちょっと困惑を感じたり、あとまあ私は情報分野の人間なので、比較的多分そういう意識があるからだとは思うんですけれど、バージョンの管理をしっかりしたいっていうのはすごく強いんですね。例えば私の会社ですと、めちゃくちゃバージョン管理徹底されてるんですけれど、この話はでも我々として日本の文脈で考えたときに、今いい、こういうLC での取り組みがある中で、まあ、これに学んで、今からでも始められることだなと思いました。実際、デジタル化もかなりやっぱ進んできた。ファイルそのものは電子で作られている。まあ、ただ実際現場では、紙に打ち出される。そしてそこの紙にいろいろ書き込みをし、それをまたスキャンするとか、結構大変な現場の運用があることもよくわかるんですけど、でもだからこそ、逆にきちんとこれデジタル化していくと、後で見たときに非常に面白い、あとこのクリエイティブのあり方そのものが、どういう意味を持っていくのかなんていうのは、まさにこのアーカイブされていくと、21世紀前半の日本の中でのその建築の取り組みがどう進展したかとか、実はすごく面白いデータになるっていうことを、私は今日お話を伺って非常に印象的に思いました。ちょうど週明けにちょっと建築学会に呼ばれてある打ち合わせがあるので、非常にサジェストがたくさんあるご講演をいただきました。ありがとうございました。岡本さん、いや、ありがとうございます。私、岡本さんは情報分野でとても尊敬する方なんで、嬉しいです。ちょっとまとめですけど、どういうふうにまとめようかな。デジタル化って今岡本さんおっしゃってたようにですね、デジタル化することはとても大事でも、そこから先にそれをどうやって料理してどうやってアウトリーチを行っていくかっていうのは、やっぱり建築専門家のスキルなんですよね。うん、だから、そこに、
があると思います。原資料を保存してデジタル化して、それを生資料として、それを料理する研究者もいて、もちろんいいんですね。それが今までの、あのノーマルな動きだと思うんですけれども、これからはやっぱりその、このバーチャルとかテクノロジーがサポートしてくれるんだから、それをその建築の分かってるキュレーターとかが展覧会だけじゃなくて、どういうふうに料理して、どういうふうに素材が持ってる旨味を出して、人に伝えたか、それを美味しいと思ってくれる人を見つけていくか、美味しいと思ってくれる人をもっと増やしていくかっていうあたりに重きを置いていかないと、資料は倉庫の中で200年、300年眠ったまま、きっと忘れられてしまうと思います。はい、あのやっぱりのオブジェクションレッスンみたいな感じでですね、やっぱりどういう資料を読むかっていうのはとても大切かなと思って、私はこれからそういうことを一生懸命やるかなと思っております。はい、あの岡本さんありがとうございました。まさにあの日付をつけるというのはとても大切で、あの建築の図面、完成者図面には日付がついてるんですけども、スケッチレベルのものにはほとんどないものですから、ちょこっといつやったっていうのもあるだけでも随分違いますよね。ぜひそれはあの今日ご参加の建築家の方、ぜひ明日からでもすぐやっていただければと思います。ということで、どんどん話あれなんですけど、どうですか、新井さんの方の Q&A がいくつか来てますか。はい、どっとちょっと一気に来ましてですね、読むのも整理するのもちょっと大変なんですが、今ちょうどお話しいただいたタイムリーな質問をちょっと読んでみたいと思うんですね。もうお答えいただいてるような気もしないではないんですが、山本和則さん、それから安田さん、柳沢さん、同じようなご質問、ちょっとそれぞれポイントが違うんですが、まず山本さんなんですが、建築アーカイブを専門に研究されている方々は、その成果をどのように情報発信されておられるのでしょうか。それは建築関係者だけでなく、一般の人たちにも教養知識としてうまく届けられているのでしょうか。もしそのノウハウがあれば、もうすぐにでもアクセスしますのでお教えくださいと。それから山内さんでしたよ。ちょっとごめんなさい。いっぱいの質問。あ、山内正樹さんも同じように、建築家もアーカイブに貢献できるという面白い、嬉しいお話しされた、その注意点や要点を文言で書き表されたノウハウ本、ハウツー本のようなものはありますかというご質問です。ちょっと今たくさん一気に質問してしまいましたが、まずは、ごめんなさい、山本さんの、一般の人たちにも教養知識としてうまく届けられていると思われますか。そしてそれで、あの何かハウツーもありますでしょうかっていうところ。あの一般の人たちに知識が、プロフェッショナルレベルの知識が届いているかどうかはちょっと疑問ですけれども、あの 3.11 が起きた時にファミリーの写真とか、あのファミリーの記録とかがかなりなくなってしまったとか、ダメージを受けたっていうことが聞こえてきていて、その時にですね、あの日本で修復をやってる先生からもあのご連絡いただいて、その先生があのフロントラインに立ってそのいろいろ指導なさってたりしたことも聞いてるんですけれども、ある意味あのそういう災害に自分たちが接して、で初めて自分たちが持っていた家族の記録とか、いわゆる記録の重要性っていうのを人があの再認識したっていうのは確認できてるんですね。で、その時にあのノウハウ本みたいのがこうザーッと流れて、まあ一応こうしなさい、あの本当の資料 の修復のレベルではないけども、こういうことをやっておけば後でなんとかなるっていうのが出回ったっていうのは聞いております。で、あの2つ目の建築家にこういうことができるっていうノウハウ本っていうのはですね、建築だけを専門にしたようなものはないと思うけれども、ある意味岡本さんなんかたくさん本書かれてるから、そういうのをよく読むと、ヒントは得られるかなと思うんですけれども。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今ちょうどその災害の話とかも出られましたが、ちょっとそれに関連すると思います。安田則之さんでしょうか。資料はすべて公開が原則だとは思いますが、収集したものの中に、例えばプライバシーに関わるような公開にふさわしくないものが含まれることはありませんか。そういう場合はどういうふうになさられますでしょうか。あります。はい、私たちあの、PII っていうんですけど、パーソナルインフォメーションですね。で、そういうものはあの見せられない場合が多いです。例えばあの、日本でいうとマイナンバーっていうんですか、あの、はい、マイナン
ナンバーみたいのがたまたま会計記録の中に入っていたりとか、私たちソーシャルセキュリティナンバーって呼びますけれども、そういうものはやっぱり見せられないです。でどうしてもその中に入っている資料の情報が有効な場合はそこを隠して見せるとかいうこともしますけれども、でもできるだけそれは見せられない。ただですね、そういう見せられない資料があるということはお伝えしています、隠しというよりもあるけれども、はい、これはこういう事情で見せられないっていうことはお伝えしたり、あとは早い段階で整理しているときに PII がついているものはお返ししたりします。建築家の中でですね、私が見たことあるのは大学の成績証明書とか建築家の資料としては面白いけれども、やっぱりパーソナルインフォメーションですから、お返ししました。はい、中野さん、先ほど一旦受け取ったものは一切廃棄するというか、ダメだというふうにお聞きしたけど、それをお返しすることはいいんですか？それは契約書次第で、契約書の中にですね、私たちが整理した段階で、適切じゃないと思われるものを収集、過程で見つけたものは破棄はしないですけれども、くださった建築家の方とかにお返しすることは可能です。わかりました。はい。はい。ちょっと、同じようなことなんですけど、もうちょっと一歩踏み込んで、柳沢慎也さんなんですが、柳沢です。ライブラリーオブコングレをよく利用しております。図面など使用するときの版権などの注意事項を教えてください。具体的には研究に使うときの出版などのとき、研究や出版などに使うときの版権などはどうなさられているんでしょうかということです。はい、まず版権に関してはですね、収集自体からすごく気をつけてます。でライブラリーオブコングレスには約 3,4,000人の人が働いてるんですけども、その中で収集 に携わっているのは200人ぐらいです。で200人ぐらいの人が主題、例えば私の場合は建築工学遺書、それから言語の場合は英語と日本語に分けて、その建築資料という図面だけにかかわらず書籍、それから他のものも全部ターゲットにして集めているわけです。その時に建築資料、図面、写真なんかの特に版権が厳しく関わってくるものはですね、まずその制作者の方に版権を、パブリックドメインと言いますけれども、一般公開するようなものを、くれないかとネゴシエーション、交渉してみます。ただ大体の場合はダメなんですね。で、アメリカの版権は今70年、死後70年ですから、そうなると、かなり長い期間になって、で、そういうことを説明してですね、版権をくださらない、もしくはクリエイティブコモンと言いますけれども、リサーチとか授業に使うとか、ある意味出版に使うとかいう場合にクリエイティブコモンのライツをくださらないとどういうことになるのかっていうのを淡々と、私は特に説明して、ある意味ですね、ドナーの人にくださいよみたいな話をあるんですね。それでもくれない人はたくさんいます。でそうなるとやっぱりライトステートメントっていうのをきちんと書いて、この資料に関してはこういう制限がありますという書類を作って、それを全部ウェブサイトで公開しています。なので資料をお使いになった際には必ずその時に担当してくれた担当職員に聞いて、これに関する何か版権の制限はありますかと問い合わせていただいたら、ここのウェブサイトを見てくださいというふうに指示が来ると思います。でその指示をくれた後はですね、そこに書いてあるものをどういうふうに読み取るかはもうその利用者次第で、議会図書館の職員は版権を取るための処理とか、あとネゴシエーションとか交渉とかには一切手は出しません、そういうふうになっています。ありがとうございます。詳しいご説明、柳沢さん大丈夫ですか？ご質問ありがとうございました。ではちょっとアーカイブの大御所をお呼びしてもよろしくございますか？松隈さん、松隈博史さん、手を挙げてください。松隈さん、こんにちは。久しぶりです。久しぶりいやー、もうね、四半世紀ぐらい前になっちゃうから中原さんとね、1999年にギャラリー体制のレーモンド展の時以来ですよね、確か。そうですね。あとドコモモで、もちろんドコモモでね、
で、15年前にあの、レーモンド展をやるときに、日本に来られたときに回った、聖母女学園からね、大量のあの、設計資料が見つかったんですよ、去年の暮れにね。で、それがね、なかなか面白くて、今、あの、いろいろ調べてて、やってるとこなんですけどね。あの、ちょっとね、これ、あの、難しい話なんだけど、お聞きしたいなと思ってることがあって、あの、どっちかというとね、公文書の扱いみたいなことに近いのかもしれないんだけど、あの、文化庁の建築資料館で議論したときに、あの、やっぱりね、あの、僕たちが全員いなくなった後に、この国の歴史がたどれるような資料を残していかなきゃいけないよねっていう話がやっぱり出たんですよ。だから日本で言うと、例えば関東大震災の復興期とか、あるいはそのオリンピックとかね、戦後復興とか、そういうやっぱりこう時代を隠した出来事に関する資料はきちんとやっぱり保管して収集して、それをやっぱり公開していかないと、歴史を検証したりたどれなくなるんじゃないかっていう心配があるんですよね。なんかその辺の仕組みがもしもアメリカでどのように動いてるのかなっていうことと、それからこれがもっと深刻なんだけど、あの、日本はやっぱりもう都市の再開発でどんどん建物壊していっちゃってて、あの、やっぱりあの、建築アーカイブっていうものが、実はその建築の文化を守るっていうことに、どのくらいこう、やっぱ資するのかっていうところの、こう、なんていうのかな、まだ全然入り口にも立ってない感じがあるんですよね。だから日常的にアーカイブなり、その建築に対する興味関心を引くために、なんかアメリカなんかでもやっぱり同じようなね、あの開発行為によって、あの壊されていくようなことも出てくるだろうし、もともとそのあの、さっき紹介してくださったあの、ペンステーションの取り壊しってやっぱ大きなエポックでしたよね。なんかそういうことについてアメリカではどういうこうみんながこう共通のね、やっぱりこういうことをやっていこうよっていう意識があるのかっていうのはちょっとお聞きしたいなと思ったんですけど。大変なんか広大で難しいですけども、あの、日本でも私感想としては同じだったと思うんですが、あの、ドコモも頑張ってますよね。うん、US ドコモ支部、ニューヨーク、ワシントン、あの、いろんなところがやっぱり常時、あの、こういうことが起きている、こういうものの売却が起きている、こういうものが壊されているっていうのを市民に投げかけてるっていう。で、日本であの20銭やったり、100銭やったり、で、私たちがあの資料を見て回ったりとか、あとブルータスが上げてくれたりとか、はい、もう少しですね、やっぱりあの、建築雑誌だけじゃなくて一般市民が読むような雑誌に載せていくとか、そういうことしないと日本の中での建築のその人の親しみっていうのはなかなか増えていかないかなとするんですよね。で、あとはあの、先ほどの岡本さんの、 あのシカゴの建築家協会の話にもちょっとまつわるけれども、私の大親友である、あの、今日参加してもらえなかったのが残念ですけど、松岡京子さんが福岡で福岡建築家財団、あ、福岡建築財団というのを作ってですね、福岡の中の建築を一般の人に見せていく、いろんな子どもプログラムやる、トークをやる、いろんなことをやっています。そういうことをあの地域別にやっていかないと、やっぱり自分たちが一番親しんでるのは自分たちが住んでるエリアの建築だから、そういうのをあの部署部署でね、地域エリアであのやっていかないと、あの、近現代資料館の活動はもっと国レベルの仕事ですよね。うん、一気に分散して資料を取っていけないんだったら、せめて建築に対する理解を深めるような努力を、あの、エフェメラ的な資料だけでもいいから、例えばチラシとか、あの、やっていかなきゃいけないと思います。それからオリンピックに関しては、私、あの、インターナショナルカンフェデレーションフォードアーキテクチャルミュージアムのカンファレンスが今年あのミューニックであって、ミュンヘンであって、今年ミュンヘンのオリンピックの50周年だったんですよね。で、いろんなところでやっぱりあの展覧会が起きてますけど、膨大な資料があのまとまって取ってあります。で、そのオリンピックの競技場をデザインした最後生きている建築家がやっぱりまだツアーをやってるんですよね。80何歳だと思うけど、そういうなんかこう建築家自体の協力じゃない人たちがその持っていた人の資料を集めるんだけじゃなくて、やっぱりその建築家が前に出てって、なんだってやってくれないと、なかなか重きが伝わっていかないと思います。うん、そうか。いや、なかなか、
まだまだなんか中野さんがやられてる日常と私たちが距離がありすぎるなっていう感じが。でもね、そこで止まってはいけないというか、うんうん、あのもう私たちはやっぱりここで資料館できるところまで来たんっていうのもすごいことなんで、うん、これからずっと継続は力なりで進んでいくしかないと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。最近松隈さんのふーんっていう嘆きみたいなのが多くて、まあ、でも頑張ろう。あ、それであのちょっともうそろそろお時間なんですけど、八木さんが、まあ、スピーカーがオンになりそうな感じなんですけども、いかがでしょうか。あ、こんにちは。聞こえます？中原さん、本当にご無沙汰してます。坂本真理ちゃんの時代からの友達ですけど、いや、本当に、あの、中原さん、もう高校の時からもう英語がペラペラだったんで、あ、とにかく、あ、アメリカに行っちゃったんだっていうのは全く違和感なかったんですけど、で、こんなにご活躍っていうのはとても嬉しく、はい、あの、今日は久しぶりに拝聴しました。あの、いや、実は今私、築64年の実家から、あの、オンラインに参加してますが、これは、山田初江さんという、林中原山田設計同人の彼女らが28歳の時に64年前に設計してくれたのがうちの実家なんですね。でそれをリノベーションしながら、私今住んでるんですけど、この間それの、64年前に書かれた原図っていうものをあのもうあの事務所閉めちゃったんですけど、その最後までいたスタッフの方が持ってきてくださったんですね。で、青焼きは私の手元には残ってましたけど、この原図がで見たこともない図面もいろいろ出てきて、やっぱり原図は本当に大切だな。多分もしかしてデジタルにしちゃってたらもう今じゃ読めないし、どこに行っちゃったか分かんない、逆に分かんなくなっちゃったかもしれないけど、この私は結構紙派なので、紙が残ってるっていうのは本当大切だなっていうのは非常に感じました。それであの、一つだけすごく今日の話最初から、まあ、伺ってて、資料っていう言葉をあの私たちはあの資源の資に料、要するに建築をまだまだ今作ってますので、作ったり作ったものの回収する時の資料っていうと、あっちのこう資料なんでしょう、うん、資源の資ですね。で、中原さんは初めから歴史の史の資料を使われていたので、そこら辺のまずちょっととっかかりが違うんだなっていうのは感じて、で最後にあの何々しておいていただけると助かりますっていうのをなんか連呼されてたんですけど、あれを聞いてなんか私、いや、うちの事務所、あのナスカという事務所、もうすぐ30年になるんですね。で30年前、そうするともう今15年前のものとかこうずっとリノベーションしたいとか、あの時の資料をよこせとか、もうだんだん私事務所のライブラリアンじゃないかっていうぐらい、この、 あの資料だとかそういうものを絶やしちゃいけないっていう、だから事務所も閉めちゃいけない、なんかそんな気持ちでいっぱいなんですね。だからなんかそれを、あ、なんか別の人がもしかしてやってくれたりする機構が仕組みがあるのかな。そう、まあ、だからそこまであのちゃんと残せるような建築を作らなきゃいけないという使命感もありますけれども、うん、そういうあの、うん、ごめんなさい途中で止めました、うんうん、はい、今のお話聞くとですね、やっぱりあのアーキビストみたいな人が建築事務所の中に入っていくっていうのが本当は一番いいんですよね、うん、バックグラウンドにして、あの情報のこともよく分かっている人が、岡本さんの視点に戻りますけど、そのやってくれるっていうのが一番いい。それでそういうようなコンサル会社みたいのは多分あると思うんですけれども、うん、今のちょっとコメントで安田智子さんのを見てますけど、あの、東京保存修復センターはずっと修復の方を担当してくださってるけれども、うん、特にコラボレーションしてその自分たちでやるっていうのは建築家にはちょっともう膨大な仕事で無理ですよね。そういう人たちをコンサルでもいいから10年に1回とかなんかこう雇ってやってもらう。で、もうあの藤本さんたちもこれからどんどんそういう人たちを日本の中で養成してくれると思うので、まあ、そういうふうにしてやっていくっていう手が一番あの個人事務所とかの中ではいいかなと思いますね。はい、わかりました。非常に。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。どうしましょう。もう8時を過ぎてしまったんですけども、この後、新井さん持っていっぱいあります。とりあえず、井原さん、一応ここで締めましょうか。はい。はい、いっぱいありますが、はい。はい。そうですね。はい、かなり皆様からの濃い質問がまだまだ残ってるって状況なんですけれども、あ、それで、この後二次会みたいなのをやって そこで皆さんに話していただくということにすれば、今日のちょっと締めのお言葉を、ねお願いしたいなと思ってまして、はい、あ、何しろ中原さんの大学時代 の、まあ、担当教授といいますか、担当教授とか、小林勝弘さん、最後お願いできますか。あ、中原さん見えます？あ、どうもいたしております。よろしくお願いします。はい、はい、今日はどうも、ありがとうございます。朝早くからの、授業というか、桐原さんも、大変面白い企画、ありがとうございます。中原さんとは3年半前ですかね。はい、先生の最終講義の時です。そうですね。そう、それで、いや、最初の方で、まあ、中原さん話された、まあ、まさにマッキン・ミード＆ホワイト博士課程で調べてて、で、やっぱり図面が、っていう話とか、で、あと、まあ、研究室の初代の助手を務めていただいて、まあ、大変いろいろ、まあ、研究室自体はコンペばっかりやってたっていう印象があるんですけど、そういう中で、まあ、中原さんは、まあ、早々とね、図面、をしっと整えていくっていうか、アーカイブしていくっていうのが大事だっていうのを、いや、本当に今から思うと先見の明があったなぁと思いつつ、あ、同時に、いや、やっぱり中原さんは今やってるような仕事が根っから好きだったんだろうなと改めて思います。で、綱手というのも僕もこの1年半資料館で、建築資料館で仕事するようになって、やっぱりその面白みの一部がちょっと分かって、まあ大変さもね、もちろんありますけど、面白さもなんか分かってきて、いや、でもそれにしてもやっぱり中原さんは先見の明があったなと思います。それで、まあ指名の話なんであんま質問はしちゃいけないのかもしれないけど、先ほど、スタッフ数、議会図書館のね、3000人、それから収集で200人いるって、これは、議会図書館全体ですか？それとも P&P 部門だけですか？3、4000人っていうのはもう全体で、それこそ、データとか会計の人とか全員とか入れてて、はいはい、で、P の中で、建築をやってるのはキューレーターが1人、リファレンスライブリエンが2人、それからテクニシャンレベル のテクニカルセクションと言いますけれども、実際に資料が入ってきて整理する人は、建築にデディケートしてる、建築専門でやってる人は大体2人か3人です。それがチームでプリンス&フォトグラフのネビジョンの中でやってます。で、今日はできなかったんですけれども、建築資料にもマニュスクリプトとか、例えば、ライブラリーのマニュスクリプトディビジョンにはプレジデンシャルドキュメントとかそういうのがあって、で建築の図面は持っていないけれども建築関連だった例えばオルムステッド、フレドリカ・オルムステッドのとか、はいはい、それからイームズは図面もありますけれどもイームズのペーパーとかキャス・ギリバートのペーパーとかそういうのは全部マニュスクリプトディビジョンにあるんですね。でそっちの方にはまた別にテクニカルセクションの人とあとそこはマニュスクリプトの場合はキューレーターじゃなくてヒストリアンといって、アートアーキテクチャに関するヒストリアンが一人います。なるほど。いやまたその辺ねぜひ詳しくいろいろ聞かせてほしいなと思うんですけどというのは資料館来年でやっと、まあ、10年目って言いますか、うん。でも幸いね、桐原さんとか、例えばこの前、僕が担当して、行った展覧会は、子供の国で、まあ、メタボリズムリストが結構関わった資料で、もともとは、まあ、桐原さんたちの頃に収集していただいた資料なんですよね。で、やっぱり、いや、まだ10年かと思うと、これ、延々100年、200年続けていくためには、地道に、こまめな受け継ぎというか、リレーをやっていかないとダメだよなとか思いながら。
で、まあ、幸いちょっとその子供の国の今まで収集された資料をうまく展示に行かせて、なんてできたのは、そういう、こう、受け継ぎながらちゃんと前に残していくっていうか、そういうのの一つの、いい例になったのかなと思いながら、まあ、ただ、まあ、やっぱり3年任期って大きいのな、まあ、まあ、壁というか、制約があるので、少しね、緩みそうな感じもあるんですけど、まあ、精一杯また、中原さん、いろいろ、いや、確かにこういうズームでね、こういうふうに話ができるっていうのは、やっぱりすごい時代になったなと。そうですね、すごい時代になりましたね。で、ね、先生にお話しいただけたので、もし参考になればと思いますけれども、うん、はい、物を取っておく、誰かからその物を収集して、自分の手元、いわゆる近現代美術、近現代資料館とか他の資料館に物を取っておくことっていうのが第一ですよね。うん、で第二はですね、そのトランザクションして時代が変わっていく前に絶対やっておかなきゃいけないのは、版権を確実にしておく。それはパブリックドメインに上げるということではなくて、その作った人、くれる人、例えば作った人とくれる人が違うっていう場合もあるわけですよね。寄贈者が家族であったっていう場合もあるわけだから、そこでこの人たちがこの資料をどういう条件のもとでくれたかっていうことをどっかに明記しとかないと大変なことになります。うん、で私今実は40年間自分のオフィスで働いてた前任者の後を引き継いで、その版権処理 の作業がすごい多いんです。明確じゃなくてわからないっていう。でそれ その家族を追って版権を取るっていうのが、版権をクリアにする、どういうふうに明確にするかっていうのはすごく大変なんですね。で逆に言ったら資料をもらってしまえば、集めてしまえば整理するのは10年でも20年の後でも、まあ、できないわけではない。でポール・ドーフとかも1997年に入ってきた資料です、うん、まだ整理してないです完璧には。見せてますけど、私たちの言葉でプロセスっていうんですね。でそのアンプロセスしてあるものを見せる方法と、もうすでに整理してあるものを見せる方法っていうのが違うように、サービスするっていうことで、資料の整理はまあ何十年かけてでもできる、うん、ただその家族を追うのはできないです。なかなか難しいです、はい、進めしておきます。幸いね、まあ、まだ資料が歴史が浅い分、ちゃんとどっから寄贈されてとか、そういうのはきちっと分かってるから、まあ逆にその辺は、まあ、ますますちゃんと精度を上げてやっていかないとダメなんでしょうね、きっとね。うん、はい、はい、あんまり長くなっちゃった。ありがとうございます。キレアさん、今日は本当にどうもありがとうございます。まあ、資料館は、原則、著作権はフリーが公開できないとダメなんで、著作権は、OK というものだけを寄贈するというのが原則になってますんで、その辺がちゃんといけばいいんですけども。まあ、という今日お話聞いてると、まあ、もっともっといろんなことを聞きたいなってことがいっぱい出てきますね。うん、多分もう一回ぐらいやらなきゃいけないし、藤本さんも2つ3つ目の質問がちょっとそれでこれはもう一度やって、もう少し資料の実際にストックされているような状況も含めてお話を伺えるといいかなって感じはしましたんで、ぜひそういうふうにしたいと思ってます。でこの後の予定もありますんで、ちょっと短いみたいなのも予定されてるんで、一応これで中野さんのお話は終わりますけども、井原さん、いや今日はありがとうございました。二次会に残っていただける方はその出席者としていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。